キャロットタワーは、東京都世田谷区大使堂にある商業、ホールオフィスからなる複合ビル。3県、茶屋駅周辺の再開発事業により1996年に完成した。東急世田谷線に直結、東急田園都市線3県、茶屋駅にも地下通路で接続されている。周囲に中低層の建物が多い中、レンガ町外壁のひときわ目立つ建築物で、 周辺のランドマークにもなっている。三軒茶屋は、江戸時代に大前への参拝に行く途中、この地に三軒の茶屋があったことに地名が由来し、街道の分岐点として繁栄した。時代が下り、関東大震災後には、下町から人々が移り住み、太平洋戦争後の都市化の中で街並みが形成されていった。 山の手のイメージが強い世田谷にあっては雑多なエネルギーに溢れた街へと発展したが周辺は狭い道路や木造住宅が密集し防災面での問題が指摘され人口の急増に都市機能が追いつかず生活拠点としての施設づくりが望まれるに至ったこのため世田谷区は地権者と東京急行電鉄などと共同で三軒、茶屋 大使道4丁目畜市街地再開発組合を設立。周辺道路の拡幅と地下道路の整備並びに土地の高度利用を図り、地域発展の各施設を目的に、この開発事業が計画された。施設は地下5階、地上27階建ての高層棟、劇場が入る中層棟、世田谷線3軒茶屋駅と小劇場がある低層棟からなり、 世田谷線旧駅を含む一角は、広場として新たに整備された地下道である三茶パティオにより、田園都市線3県茶屋駅と連絡することになった。高層棟と中層棟の間には、ガラス屋根で覆われた五層吹き抜けの高さを有する前、天候型のアトリウムを設け、敷地に展開する各施設の回遊動線の中心的役割を担わせた。 外観デザインは未だにフロンティアである世田谷の空に立つ再開発の記念碑として建物外部の床からアトリウムの壁面さらには外壁へとレンガの鮮烈な赤色を形を変えて展開した名称は公募され1488通の中から発想が豊かで新鮮ビタミンたっぷりで元気の出る名前は将来の発展に ふさわしいとの理由で、区内の中学1年生の作品が選ばれ、キャロットタワーと決まった。毎年10月には、キャロットタワーの施設を利用した、三茶で大道芸と称するイベントが行われており、多数の人々で賑わう。高層棟及び中層棟の地下1階から地上2階には3軒、茶屋東急が、各テナントとして入るが、2017年11月、地下1階の東急ストアは、 売り場の改装や、セミセルフレジを導入して先行リニューアル。翌年5月には1階も、生活雑貨店などが集められ、キャロットストリート三茶として、リニューアルをオープンした。2階では、スタヤ3軒茶屋店、カラダファクトリー3軒、茶屋キャロットタワー店が営業する。1階に、銀行支店、2階に住民票の写し等の発行を、行う行政窓口、3階から5階に、 世田谷文化情報センター生活工房、6階から25階に、オフィスフロア、最上階となる26階に展望レストラン、オークラレストランスカイキャロット、FM 世田谷サテライトスタジオのほか、展望スペースが配置されている。上層部に、世田谷文化財団が運営する、世田谷パブリックシアターがある。舞台は、 プロセニアム形式とオープン形式の使い分けが可能で演劇表現の可能性を広げようとした。舞台、舞踊、音楽などの上演ができるほか、それに合わせて客席勾配の変更も可能。ホワイエにも特徴がある。客席は3階層600席。世田谷線3県、茶屋駅とその隣に文化財団が運営する小劇場のシアタートラムがある。ありがとうございます。